とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園ワイ、ワイワイ学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、人間の状態での最強装備を紹介したいと思います。なぜ、人間状態なのか、というと、結構ね、もうマンネリ化してきてる、ちょっと飽きが来てる人もいるんじゃないでしょうか。まあ、実際アップデートが来るまではほぼほぼやることがないかと思うんだけど、これね、人間状態でやってみると難易度がとても上がるのでやり込みがいがあります。なのでね、人間状態の縛りプレイをしてみるっていうのをおすすめするよ。ちなみに俺も最近動画で出してるんだけど、装備はこういう感じで言ってます。ゴツエ音で鳴るハリセン、これが人間1人ごとに攻撃力が 20%、 4人とも人間だったらば 80% 上がるっていうやつだね。そして生身、これも人間の時の攻撃力が 80% 上がるってやつで、ズラモヒカン、人間1人ごとに 15%、 計 60% 上がるっていう装備をしてます。うん、まあ、人間状態でこれがかなり、攻撃力を盛ることができて、でレアメタルピンバッジで全ステータスをプラス300上げてます。うん、まあ、実際これで言ってるんだけども、これよりももっと強い装備発見しました。うん、まあ、とりあえずこれがね、どれぐらいのダメージを与えれるのか見てみましょう。超バケーラ、こいつでダメージを測ってみます。それでは先ほど装備してたハリセンだね、ゴッツエ音で鳴るハリセン、それで攻撃をするとこれぐらい、うん、まあ通常1万ぐらいで、クリティカルで1万4000、まあそれぐらいのダメージです。まあ、これもすごいよ、これでもすごいけども、最近発見したもう一個の装備お見せしましょう。ではね、このゴツエ音で鳴るハリセン、これよりももっとね、いいダメージを出せるやつ、それが、レベル順で見た方がいいか。これ、ニャックルパンチ。これが変身ゲージ溜まりにくいけども、人間の時の攻撃力が 60% アップ。まあ、ハリセンに比べて 20% 攻撃力はダウンするのよ。でも、あのね、これ、おしゃれ装備。おしゃれ装備を、レアメタルピンバッジから、これ、ガッチガチのバンテージ。パンチ系武器のダメージを 40% アップさせるっていうやつ。これを3つ装備する。で、このね、系統の武器ダメージを上げる装備、いくつかあるのよ。多分全系統ある。でも俺が持ってるのは、このパンチ系、そして、片手武器、手投げ武器、陽気弾武器、これを持ってるのよ。でも、おすすめするのはこのパンチ系、もしくは陽気弾。この2つ。なぜかっていうと、この2種類だけクラフトできるのよ。作れる。簡単に。なのでこれをおすすめします。このね、片手武器とか手投げ武器、あとキックとか蹴飛ばし武器、そういうのはガチャゲンなのよ。ガチャゲンを3つ集めるとなるとかなり大変になるので、まあこのパンチ系、そして陽気弾系、これをおすすめします。うん。まあ、このパンチ系と陽気弾系は、パーセンテージでダメージが上がるやつがあるので、それがね、さらにいいことなんだよね。パンチはまあ 60%。で、陽気弾系は、まあ、素早さが 30% ダウンするけども、攻撃防御が 40% アップする。うん。この武器が使えるようになるので、強いです。まあ、とりあえず、ニャックルパンチにバンテージ3つ。これで、どれぐらいダメージを与えるのか見てみましょう。超バケーラ、はい、では行きましょう。さっきのが
通常で1万ぐらいで、クリティカルで1万4000ぐらいのダメージだね。それがこのぐらい、通常が1万4000ぐらいで、クリティカルが2万近くダメージを与えることができるようになります。だいぶ変わるよ。まあ、言うてみると変身した状態の通常攻撃よりもダメージを上げることができました。まあね、このニャックルパンチよりもハリセンの方が実際はダメージが 20% 上だからダメージをいっぱい出せると思うのよ。でもこっちの方が俺はいいと思う。ハリセンの方だと全員人間である必要があるけども、こっちは人間じゃなくてもいいのよ。むしろソロプレイでもいい。マルチでも使っていけるっていうので、これがおすすめで、さらに、バンテージはクラフトできるっていうので絶対こっちがいいです。で、防具だけども、あのタキシードでもいいのよ。防御力が人間が1体につき 12-3% 上がるやつかな、それで防御力を上げてもいいんだけども、レアメタルピンバッジ装備してないからディフェンスがね、300だな、300低いのよ。その状態で、クリティカルを食らうとだいぶ痛いので、まあこの系統のダメージを上げる装備をするのであれば、宇宙服でクリティカルを防いだ方が安定します。はい、まあとりあえずね、これ、やってみてください。できる人はね、このニャックルパンチもちょっとガチャゲンなんで、持ってる人少ないかもしれないけども、まあとにかく人間状態でこのね、系統のダメージアップを3つつけたりとかしていくと、変身した状態の通常攻撃よりもダメージを出せるようになるので、超おすすめします。やってみてください。まあ次のね、ダウンロードコンテンツの超高難易度クエスト、変身禁止クエストだね、そこでは必ず役に立つと思うので、ぜひやってみてください。はい、ではね、また出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやっ。